のみさんこんにちは。1月31日、今日多分これが、2本目の動画になると思います。たまたまね、NGG フォーメーションの方見てみたら、加藤の方から、まあ、ちょっとね、まだ2月になってないんですが、発売予定の方がね、案内出ましたんで、そちらの方ね、案内していきたいかなと思います。で、ちょっと終わりの方にトミックスの方が繰り上げ繰り下げ、ちょっといろいろありますんで、案内していこうかなと思います。まず加藤ですね、これなんだ、バスか、あ、バスじゃねえや、車両か。多分なんつったらいいんだろうな。まあ、多分ジオラマにおける、まあ、車両が、2月発売。で、一応5月追加分に、サウンドカードと、青大将がなぜか増結。で、基本は、再生産と。で、機関車も再生産。まあ、これ結構いいっすね。で、まあ、一応2月発売、2月の案内分なんで、まあ、おそらく6月発売がこちらですね。まあ、面白く出ましたね。今まで多分何回か、ヤクモとか、なんだっけな、ヤクモ、シナノか、まあ、出てた、381系、まあ、スーパークロショウのね、まあ、青と水色、まあ、どちらかというと、オーシャンアローのね、似た塗装の、まあ、リニューアル編成が、まあ、6期3増で、そして、あとこれ、あれですね、まあ、YouTuber がちょっと話題になった、相鉄線と直通した最強線、まあ、多分おそらくそれも女性じゃない、弱冷房車が、まあ、位置変わったり、で、おそらく行き先も、快速の湘南台とか多分そういうのが追加されたのかなと思います。で、一応リニューアルで大阪環状線も入りまして、で、なぜか、EF60 の1030、まあ、死神のうちの1台が、リニューアルで、まあ、ついでにね、あけぼのも、まあ、機関車、客車がリニューアルと。確かね、これ、あけぼのの客車って、ポポンでったらアゼリアね、在庫あるんですよ。めちゃくちゃ高かったような気もする。で、一応ね、まあ、なぜ常磐線が来たのか分かりませんけど、E531系、まあ、4期4増2増5両、まあ、フルセット15両ですね。まあ、一応再生産がかかっております。で、HO の方もね、再生産かかっておりますが、なんか特記品の再生産かかってるんだけど、何これ。まあいいや。とりあえずね、HO の再生産プラス、雲に83と雲に13。まあ、飯田線の荷物電車が再生産。ハクビ線の石灰油素の貨物列車、10両。加藤の特記品の再生産。なくはないんですよ、前例は。確か俺、ずいぶん昔の特記品の再生産って聞いたと思うんですけど、昔ね、10416かな。横浜線の、なんつうの、8両のブックセットで出てた時は、あれ確か特記品で一番出てたんですよ。末期みたいな前面が LED じゃなく、前面もなんか方向幕の時に。それ確か特記品の割にリニューアル食って、LED ショーで再生産されて番号変わってないんで。まあ、ハクビ線か。ちょっとこれ後で見てみましょうかね。ちなみに機関車はどうするの俺思うんだけど、客車だけ出して機関車どうするの、あ、貨車か。まあ、ちょっと見てみましょうね。先にポスター出しましょうかね。よいしょ。あ、出てますね、ちゃんと。じゃあね、ポスターこんな感じでございます。まず最強線ですね。製品番号が、101630に101631、まあ、6期4増。で、グレードアップシール。まあ、多分過去の製品持ってる方は、これのシールで、まあ、行き先が変えれるっていうのかな。ちょっと、ここ、画像化でちょっと見にくいんで申し訳ないですけど、相鉄 JR 直通列車に合わせ、弱冷房車の、号車変更でいいのかな。そして編成番号、車番は、新規設定しリニューアル。で、何かのアンテナが追加され、先頭車の屋根も的確に再現。前面ガラスには、なんかわかんねえけど、ATACSDD3 なんかを印刷済み。わからん。すいません。あとでちょっと綺麗なやつ出しましょうかね。で、ベビーカーマークも追加。で、前面側面の行き先表示は印刷済み。各駅停車最強線、相鉄線直通を設定。で、交換用の表示として2種類が、通勤快速の川越と快速新木場。で、グレードアップシールをホビーセンター加藤から同時発売なんで、つまり相鉄線再現したい方はシール買えか。いいやり方だね。汚い。まあ、そして死神っすね。EF60 の1030。こちらはあれ説明書どこだ、あれねえぞ。あ、説明ないんだ。で、再生産と、ハクビ線っすね。牽引機はデゴイチ標準型別売りがベストマッチ。なんで特記品の再生産かかったんでしょうね。で、こちらなんかジオラマっすね。ジオラマ新製品と、サウンドカードが N700A。で、金庫型の教授駅舎と日野ポンチョ。あ、日野ポンチョってこれだったんだ。バスだったんだ。確かあれだな、横浜駅か、桜木町の方だと、確か CA バスってこの形あるんですよね。あんまり知らん。横浜駅のあたりでバス乗んねえからな。で、一応飯田線ですね。で、常磐線。あ、常磐線これなんだ。前面のガンプラフックなしで登場なんだ。だとしたら新規で出せよ。言い方あるけど。で、大阪環状線ですね。現行仕様にアップデートし、弱冷房車の表記位置を変更に7号車。で、従来製品だことなら車番設定で、まあ一応新規生産と。で、青大将に関しては、そうですね、案内ないですね。で、最後はこちらですね。スーパークロシオ。6期3増。で、字が読めない。振り子機能を搭載。黒380はスーパークロシオの愛称版を、取り付け済み。で、交換用としてクロシオ、半和ライナーを付属。で、黒381に関しては、こちらもスーパークロシオで、クロシオ、半和ライナーを収録と。
で、側面の液体凝固膜に関しては付属シールで洗濯可能。で、3両造結セット、6両基本セットのケースに収録可能。ってことは3両紙箱か？うわ、3両紙箱の可能性ありますね、これ。まぁ、ちょっとそういう感じでございます。ちょっと詳しい内容見ていきましょうかね。あとでね、ちょっと気になるところ、まぁ、最強線と、黒潮に関してはちょっとね、気になるんで、ちょっと公式情報みたいですね。まずこちらですね。軽く見るのがこちら。黒さん80に関しては、スーパークロショの表、説明。で、交換用が、黒ショと半和ライナー。で、造結セットに関しては記載なしか。で、乗馬線ですね。あ、最強線ですね。ATCS か。アンテナ追加された戦闘車やね。で、前面からさ、ATCSID39 を印刷済み。で、ビビーカーマークで、記載があってますね。各駅停車の最強線、相鉄線直通プラス、交換用が、通勤快速川越と快速新木場。で、大阪環状線は、そうですね、女性車両車は27号車。で、従来線のことは車番設定で、死神は何もなし。で、明け物も何もなし。青大将も何もなし。で、サウンドカードは、車内チャイムにアンビシャスジャパン。あー、あれか、TOKIO のあれか。多分そうだと思うけど。で、出荷の案内はいいですね。で、僕はちょっと詳しい内容見ていきましょうかね。まあ、多分後で、ね、製品情報も出しますんで、まあ、ちょっと見てみてください。じゃあまあ。あ、なんか変なのした。まずスーパークロショですね。スーパークロショ大阪から木曽路を抜け、木曽路だってんのかな木曽路木曽路わかんない。紀伊半島の、新宮まで結んだ381系のスーパークロショ製品か。まあ、確かにスーパークロショって過去にトミックスから出てるんで、加藤としては本当に初なんですよね。これちょっとありがたいですね。で、381系、曲線区間の地域のスピードアップを向けた振り越し特急、昭和48年に登場し、紀勢本線では、黒潮として活躍し、速達性の向上に貢献。で、JR 移行後には一部編成にパナナマグリーン車を連携して、途中変更し、列車名もスーパークロショとして、差別化を図りましたと。で、後継者であるオーシャーロンの登場により、旅客サービスの向上目的に全列車のシートピッチ拡大。で、パナナマグリーン車の3列シートが、途中変更行われ、エメラルドグリーンとアイボリー起動した鮮やかに一緒になりましたと。エメラルドグリーン？あ、これエメラルドグリーンになるんだ。ああ、そうなんだ。俺これ水色だと思ってた。まあいいや。そして、まあ、エメラルドグリーンとアイボリー起動した鮮やかに一緒になりましたと。で、平成23年には、列車名クロションとし、2015年まで勝ちましたと。で、381系の中でも人気の高いスーパークロショーが初登場。実写同様に国線からだと、まあ、傾斜する振り子機能が搭載。で、基本セットが HD の603、造結が632。で、各車両とも号車相性サボは印刷済み。で、中間車の非常口は、モア308の500人のみありと。で、他の車両閉鎖された姿を再現。で、黒380、まあ、大きなまなじみする特殊的な車両で、スーパークロショーを印刷済み。あ、取り付け済み。で、交換がクロショーとハンマーライナー。で、クワ38503の先頭車の先頭カプラは、電熱式のダミーカプラを採用。で、給料編成を再現する連結カプラとスカートが、交換用として付属と。で、黒308のスカート、スノープロなしの形態を再現。で、クワ380108は、電熱なしのダミーカプラを採用し、スノープロを取り付けたスカートを再現と。で、モハ380-502の6号車連結便画の、貫通路塞ぎ版は、ゆったり役元とは異なる、外観のものを新規に作成。で、トレインマークを採用。で、中間連結場全部フックなし。まあ、そろそろっすね。まあ、確かに、うん、共通パーツだとフックなしの方がありがたいですね。で、アイボリーの車体にエメラルドグリーンとブルーのみ。なんだろうな、エメラルドグリーンって言われたら俺どう考えても頭の中は常磐線がスパーンと走ってくるんですけどね。俺だけなのかな、これは。で、一応ね、傾斜の振り子機能と、フライホイール付き、で、各種、行き先収録者、行き先処理者接続。で、4号車側面のパンダマークも収録。あ、これステッカーなんだ。一応、基本セットのブックケースに造形セットを収録可能で、給料フル編成が一つのブックケースに可能と。で、問題なのは3両。うわー、案の定だ。やっぱり3両紙箱になりましたね。まあ、嫌な予感はしてたけど、まあ、そりゃそうだよな。6両のセットぶち込めんのに3両をわざわざブックケースにする必要はねえわな。うわでもこれ、あれなんですよね。白浜か。たまに YouTube 出てるんですけど、なんか白浜の駅って3線ぐらいあって、で、切り離された3両が、自力でなんか留置線に入る映像が、なんか YouTube 結構多くて、面白いんですよね。まあ一応こんな感じですね。6両基本交換用カプラとスカートで変換マーク用のドライバー。ん？変換マーク用のドライバー？多分ライトのオンスイッチかな。で、3両造形された一着表示と変換マーク用のドライバー。で、室内灯に関しては、黒380のみ、まあ、あれですね。まあ、グリーン車なんで、まあ、付属のオレンジフィルターで、まあ、蛍光色を、楽しむ方がいいかもしれません。そして大阪環状線。こちら平成30年、失礼、あ、あってるか、平成30年、まあ2年前ですね。5月に弱冷房車の位置が12号車から27号車へと変更されたのをアップデートと。で、車番も、リニューアルと。吹田の、森の宮でいいのかな ?LS09。で、平成30年5月以降のプロトタイプ。で、225系100番で異なって、前面までの天地の長さ、側面の扉の手掛け位置の違い。で、何これ
わからん。側面扉、換気ダクトの配線の引き回しの違い、乗務室扉の、水切れの違いなど、まあ、一応的確に再現と。で、今回はフックなしの、密連と。で、一応、軌跡に関しては、前面表示取り付け済みが、O 普通、大阪環状線。で、交換用が P 普通のユニバーサルシティ桜島。で、前面助手席窓の編成番号は印刷済み。それがあるか。何番だっけ ?LS09 か。まあ、あれか、ユニバーサルシティ使わずあるか、何だっけ忘れた。USJ 行くやつって言うと、なんか忘れた。で、一応そうですね、4両基本セットに関しては紙箱で、まあ、ブックケースの造形性にぶち込めるっていう感じか。まあ、これはいつも通りの、まあ、ベストセレクションに似たやり方ですね。ただ、ベストセレクションの方は、設定が入ってませんのでね。まあ、そんな感じでございます。で、最強戦。まあ、一応ね、まあ、11月から、直通されて、まあ、7000番台、200億目的に2000、平成25年、まあ、今から6年前なんだ。約7年前か。まあ、デビューと。で、運行区は、まあ、川越線最強線で、臨海線直通で、まあ、川越から大宮、大崎、新木場に加えて、まあ、一応ね、去年の11月から、まあ、相鉄線直通で、まあ、大崎から、羽沢横浜で、海老名。で、なぜか、車庫に帰ってこれないと、なぜか、最強線が横浜駅と。絶対横浜駅に最強線がいたら不気味だろうな。まあ、JR のホームからそんなに、まあ、簡単には言えないですけど。嫌だろうな、でも JR 乗ってて、横須賀線なんか乗ってて、隣の線路、そう、最強線が並走する横浜駅って、なんか不気味だな、これ。まだちょっと俺、なんだっけ、羽沢国でまだ行ったことないんですけど。まあ、プロトタイプ、現在川越車両所属の109番の編成を再現化。で、今回はフック付きのボディマウントのカプラを採用と。まあ、これはですね、まあ、今まで発売したのがフック付きなんで、まだ共通か。で、車両によって異なる屋根状のクラを再現。1から3号車、失礼。1号車と3号車から10号車は AU725 の三菱製。で、2号車のみは、トランスポーテック製の AU726B か。で、ATACA 残念が追加された屋根を再現。で、その ID が39を印刷済みと。で、1号車、10号車に付けられたベビーカーマークも印刷で再現。9号車の弱冷房車マークも印刷で再現と。弱冷房車って今9号車なんだ。てっきり4号車かなんかかと思ってた今。じゃあ変わったんですね、本当に。で、全面規制表示、こちらですね。4734系、各駅停車、最強線、相鉄線直通。ちょっとスマホ。これは運行番号調べてみよう。ちょっと待ってくださいね。最強線で、最強線の4734系。あ、これっすね。4734系は、4730、あれどこだ？見失った。完全に見失った。4700、あった！ありましたね。4734系。川越車両センターの運用番号は35番。で、川越車両センターを改装で出庫し、これ差し符でいいのかな？まず行って、で、差し符から7時54分発、各駅停車海老名駅。で、終点の海老名到着が10時10分。まあ、これの最強線内の運用番号が、おそらく4734系か。まあ、あとは海老名と新宿を行ったり来たりしながらっていう感じのダイヤルですね。で、海老名から、まあ、とりあえず最終電車の方が新宿21時35分に特急で発車して、まあ、海老名終点が22時42分。そこから柏台の改装みたいですね。まあ、印刷見と。で、側面行き先表示に関しても、各駅停車の最強線、総勢線直通を印刷見と。で、交換用として通勤快速川越、快速新木場が2個ずつ付属。で、パッケージ、6両が、まあ、ブッケース6例で、4両が父40ですね。まあ、そりゃそうですね。で、一応今回、実車の、多彩な運用再現できる行き先表示を記録したホビーセンター加藤から、製品番号28240の7000番台最強線グレードアップシールを同時発売すると。まあ、これで過去の、最強線を持っている方は、まあ、このシール使ってくれればいいんじゃないですかっていうやり方か。俺思うんだけど、なんで関連製品にさ、まあ、川越線はいいとしようや。山手線ギリギリだろ。どう考えてもさ、望みいらなくね。せめて昔の最強線の品番出してほしいんだけどね、これ。これちょっとひどいでしょ、まあいいけど。そして E60、一斉30ですね。まあ、死神。これ、1030って初めてなのかな？
ES30、平成27年の11月以降の、携帯をプロトタイプ。で、相当連結部位のない腹心装置、K100 ジャンパ線、スカートの切り分けなど、まあ、改造的かもしれないけど。で、出荷時は片側が相当で、片側がアーノルド。で、公開に合わせてエアと。で、相当連結機関車は、まあですね、最近、再生産されている、まあ、他の死神と一緒に、フックなしの、密連しようと。で、両側面のジャルマークは、機械様と2エンド側から1個目と2個目の間で、窓下、ね、これ。窓下の部分のマークに、下側を揃うセンサー上特徴を提供されると。で、既存製品と不要機じゃございます。あ、だから、センサー自体初めてなんだ、多分。で、ナンバープレートは全部印刷済み。で、ヘッドマークに関しては、まあ、北陸とアケボノの付属と。偉いね。ちゃんとアケボノに山線つけるんだ。で、一応、全面スカート取り外しの上、戦闘車、戦闘車のダミーカップラーを別売りのボディーマンとミステリーカップラーに交換する必要があります。そうか、死神に運ばれる車両か。俺、あれだな、トミックスしかねえな。加藤の山手線って、あ、そうか、加藤の山手線6トミラが、あれ、でも6トミラって、車両だけ運ばれたのか、本体で行ったのかな。それわかんないでごめんなさい、すいません。で、一応、あけぼのと、まあ、山の線なり、京浜東北線なり、まあ、配給される車両がこんな感じ。まあちょっとこれはね、加工が必要がありますね。ちょっと気になりますね。どうせなんかホビーセンター限定でこの加工したパーツかなんかも出るのかね。そのわかんないけど。で、あけぼの。まあこちら再生産ですね。秋田新幹線開業で廃止となったものの、上越線経由の町会をあけぼのに解消して、まあ脇まで飾ると。で、両端ゴロンとシートと、まあそれ。まあこれは本当に変わんないですね。まあ一応、この辺は変わらずって感じか。まああけぼのに関しては俺、トミックスのさよなら持ってますんでね。まあ今更か。っていう感じがしますね。まあどこまで暴落するか、中古価格か。ちょっと気になりますね。そして、青大将か。まあ、ちょっと造血セットが今回ね、リニューアルってことなんで、ちょっとそこ行きますけど。造血、あ、造血セット初のセット製品化なんだ。初めて知った。あ、そっか、昔の青大将ってもしかしてあれか ?2 両セットとか単品か、ちょっと後で見てみようね。とりあえず青大将、詳しいデータこっちですね。1949年、今から71年前に、東京大阪の特急平和や、平和は翌年つばみに解消。で、姉妹列車として鳩も登場。で、当時の特急の総長でもある、展望車の特車か、特別に当社を、5両も連携した豪華編成で、東京大阪を7時間半。で、昭和31年に東海道線全線電化が始まり、電化車系による、まあ、投資運転が可能と。で、長く伸びたりしてた、都市のイメージから、まあ、青大将でいいのかな、これ多分。で、造血セットは初の製品化。もちろんセット内の車両は全て異なる車番で用意。で、基本セットと造血でフル編成化。以前の基本セットをお持ちの方にも造血セットがおすすめですと。で、同時発売っていうのは青大将も、持ってます。ただ俺、青大将足らんだよな。マイクラシリーズ持ってんだよな、確か。ただちなみに、7両基本セットは、再生産。スハニ35の機関車連結型のカップラーがアンドロイドカップラー。まあ、一応付属の、ナックルカップラー付属と。で、その他の仕様は従来製品から変化ございませんと。うん。まあ、青大将編成に10系客車が装備された、1958年頃を再現。で、初の造形セットを設定し、セットの車両は全て異なる車番で製品化。基本セットのスハニ35の機関車連結型のアンドロイドカップラー標準装備。で、公開のナックルカップラー。で、その会社では全部、台車マウントの、加藤のカップラー NGP かな。で、独特の色調を持つ、泡緑の、まあ、車体色を的確に再現。で、展望車の変化に、まあなんかその外装を的確に再現。で、テールライター点灯式でツバメハート。で、リベットの多い側面と、繊細な手すりと重厚なアンチクライマーが表現されたデッキ部。で、複雑なモニター屋根、ダブルロフトの外観をリアルに再現。で、大きな窓から見える一等車の内装を的確に再現。重厚かつ繊細な三軸のTR73 台車やクーラーなどの機器で満載に貸しを的確に再現。ナロジューはワイドな車幅と窓など登場時の軽量役者を持つ斬新なイメージを的確に再現。星17は登場時の形態。スハニ35、テールライトレンズを別パーツ、まあ、ダミーで表現。また、車掌室側の裁判には所属表記を印刷で再現。で、車番がこんな感じですね。基本 Z が、まあ、スハニ25、1、2、5、8、9、10、12か。1、2、5、8、9、10、11ですね。で、残った、3、4、6、7、3、4、6、7、11。あれ、何台か足りねえ。何台か足りねえ。あれ、河川部だろ。3、4だよな。1、2。まあいいや、ちょっと待って。あ、そうか。最大15両でこんな感じか。最大15両の場合が3、4。増結5、増、6号車、7号車、増結10、11、増結10で走るってことか。あ、なるほどね。あ、一瞬わけわからなかった。あ、なるほど、なるほど。そういうことか。つまり、8両増結で、まあ、何台か入れなければこっちの編成で、末期がこっちってこと。まあ、増結時がこっちってことか。
あ、なるほどね。はい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 。で、シャバもこんな感じってことですね。はい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 。やっと納得した。で、基本 Z、テールマークとアンテナ、行き先を自由、公開ナックルカップだと、造形図行き先、が付属で、造形線会社行き先シーム。ああ、疲れた。で、青大将ですね。変更点としては、ライトユニットを電球直下。で、カプラーの仕様の変更、アンドとカプラー装備があります。で、その他の仕様につきましては、従来品から変更なく、昭和32年の的確に再現。シムセアンテナ装着時はプロトタイプ、絶妙な色調を持つ青緑の車体を同行と。で、シムセアンテナ青大将線を再現し、パンダ型同行は青緑、全面向こうがオリジナル同行って感じですね。で、ヘッドマークもツバメ派とか。で、常磐線。こっちに関しては、まあそうですね、15車、11号車、で、15号車が全面カップラがフックなしの、プラス全面パーツつけてくださいってやつ変更ですね。で、シャバに関しては計409と459の15両。で、平成21年に施行された、まあ、強化加藤装備。で、郡山の、まあ、明るいライトグレーで床下機と。で、奇跡閉じる上の東京ラインの、内容主力。で、10号車と11号車、15車がフックなし。だからこれあるか、つまり昔の、昔っていうかあるか。そっか、昔の常磐線持ってる人が今回の常磐線最新車買うことってほぼほぼねえのか。すいませんね。1号車はダミーカプラがいつものこと。で、中間部に関してはボディマウント式の。これに関してはフックなしになったっけ？ちょっと後で見ましょうかね。で、パッケージ基本4両の、紙箱、造結セット、紙箱、付属のブックケースかな。そうですね。基本セットと造結セットの2両のみが紙箱。で、基本セット、まあ、付属の信号円から列車もただシール、シール。で、ドローバーに電連パック。で、付属セットはまあ大体似たような感じ。で、クモに83。まあ、飯田線シリーズか。で、こちらの、使用品数はまあ従来から変更なしということですね。いつ発売されたかも俺知りません。ごめんなさい。というわけで次いきまーす。ハクビ線。合ってるよね。俺、これで読み方違ってますよって言われたらバカなんだけど。どれでいいのかな？ハクビ線どっかありませんけど、デゴイチ30年の再現可能石炭送列車。足立石灰工業所有者でいいのかな？工業所有者か。で、所属管理局の丘を印刷済み。で、車掌車の単品製造車版で再現。これに関してもちょっといつ発売かわかんないんでごめんなさい。で、入ってる車両はこんな感じですね。へぇ、デゴイチって新鶴見所属なんだ。足立駅から新見まで 12.6 キロ30連か。で、あ、岡山だったんですね、やっぱり。さっきの丘って。で、新見駅から岡山総社までデゴイチの短期。で、こちら延長ですね。まあ、延長現状は俺関係ないんで、スルーしまーす。スルーしまーす。で、こちらが、あ、これが、サウンドカードですね。サウンドカード。本製品コントローラー優先モードで、まあ、書き込みもできます。で、初の新幹線のサウンドカード。で、発車ベルの合図の音や、トンネル通過時の分岐音の都合などの、新幹線のチーム再現。で、JR 東海所属の、アンビシャスジャパン。まあ、あれですね。東京ですね。まあ、それが、収録と。で、警笛はお好みより2種類の色を選択可能。で、警笛のうちの1つは列車通過音。で、通過音中心の再現可能。で、こちらスマートコントローラーでさ、操作を推奨します。で、サウンド同調タイプのカードは、まあ、走行に随時加速で加速計測可能。で、今回これコントローラー優先モードだよね。そうですね。本製品コントローラー優先モード書き込む機能を搭載しているやつなんで。まあ、で、サウンド同調タイプなんで、まあ、どちらともって感じか。で、一応コントロール専門度では、コントローラーの同調タイプのサウンドカード上にパワーパックのサイズで、まあ、車両が作れます。で、サウンドボックス用の、ファンクションラベルを同封と。へぇー。で、こんな感じか。まあ、こんな感じですね。で、最後はバスですね。ヒノポンチョ。まあ、プロタイプ2006年に登場した2代目のポンチョの、ロングボディの2ドアタイプ、乗車定員36名。で、各車両とも塗装印刷済みの完成品。で、2種類がイエローと青空。まあ、イエローがタウンバス、ツートンが水色緑の青空。で、もう1個はヒノポンチョのピンクベージュ。ピンクがタウンバス、ツートンの方がベージュアイブリッド。という感じですね。で、フレアイゴと。で、こんな感じですね。ってわけなんで、まあ、とりあえずはメーカーの方を見ていきましょうかね。まず黒色からいきましょうかね、やっぱりここは。あ、ごめん、黒色からいくんですけど、まずデータ出てなかった。 すいません、まだデータ出てませんね。もしデータ出たばっかメーカー。今はね、1時半なんですけど、そうですね、2時間前に出たばっかっすね、データ。本当に2時間前に出たばっかなんで、ちょっとメーカーの方ギリギリか。そうですね、まだ出てないっすね。でも、ちょこ、一回ホーム飛んで。
一応出てますね、黒潮。いや、まず黒潮っすね。これがエメラルドグリーンってなるのか。まあ、人それぞれの価値観だな。まあ、ちなみに黒潮、確かトミックスの場合は、この黒のタイプと、あと、クハ型のこっちっすね。まあ、昔からいるこっちのタイプの顔もあるんで、まあ、この辺は今回多分あれか。まあ、片っぽのみなんで、ゆくゆくはあれかな？ヤクモとかみたいにいろんなバリエーションが出るのかなっていう、あくまでは。まあ、ゲスの勘なんですが。ちなみに、ちょっと待って、気になるからさ、エメラルドグリーンってグーグル検索してみよう。どんな色が出てくるか。エメラルドグリーン、あ、出てきた。一応ね、エメラルドグリーンってやったらね、こんな感じの画像が出てましたね。まあ確かに水色っぽいのもあれば、まあ確かに常磐線カラーもあるし。いや、エメラルドグリーン電車でやってみよう。これで常磐線出てきたら大爆笑だな。本当に常磐線が出てきました。マジで常磐線しか出てこねえ。ウケる、これはマジで。まあいいや。で、一応車番はこんな感じみたいですね。変換式のトレインマークでスーパークロシオ、クロシオ半笑いな、白文字ってことか。あ、だからあれか、トレインマークのライトスイッチみたいなやつ、あのライトスイッチの棒みたいなやつが入ってたのがドライバーか、あれ。なあ、なるほどね。で、こっちは中間連結は全部フックなしと。あれかな、確かクロシオって根結ってあったのかな？なんかあったような気もするんだよな。クロシオ。交わる字がわかんない。あー、スマホのちっちゃい字が見にくくて嫌い。あった、コンの、ケツケツケツ。あー、失敗した。おそらく黒潮の根結はないみたいですね。一応381系の黒潮根結でやってみても出てこなかったんで。多分根結はなしか。そうですね、黒潮に関しては、そうですね、やっぱり根結はなさそうですね。中間にあの黒鉄色がついたっていう画像はそんなに出てこないんで。まあ、綺麗な編成なんだろう。で、それぐらいか。で、次が、一応、最強戦見てみるか。あ、そうね、先に常磐線は出てこないか。常磐線にやるか、出てこないのか。まあ、最強戦。まあ、そうですね、こんな感じですね。やっぱり関連製品にも過去の最強戦出てこないですね。ちょっと絞ってみるか。ついでに、ちょっとこの辺すると、あ、先にじゃあ、死神か。死神が、その EF60 の1031と32は出てたのか。で、今回1030が初の製品かと。すごいね。あ、そうか、EF60 だから、かっこきと滝が出てくるのか。あ、びっくりした。あ、びっくりした、今。あ、そうですね、こんな感じですね。で、今回、まあ、1032なんで、ここっすね。まあ、他の1030とは表記位置が違うのを再現。で、最強戦。で、ちょっと今回、常磐線の再生産も出てこないんで、先にそっち出しちゃうか。あ、出てきた。常磐線ですね。中間連結部に関しての記載は、あ、ボディマウント式の密輪だから、でもそっか、フックありかなしかの記載はないのか。そうっすね、ないっすね。おそらくフックなしなのかな。ちょっといいよ、Google 出してみよう。製品番号が。101290。
あ、もともとの製品フックあるみたいですね。あ、多分中間車もこのままフックありなのか。なるほど、なるほど。じゃああれか。下手に、もしかあれか、基本セットの重量だけ持ってて、あの、増血のゴリを持ってない方は最悪ってことか、言い方がやると。そうか、そのやり方ならあんのか。前回重量しか買えなかったけど、今回ゴリをじゃあついでに買おうと思ったら、まああれですね。でもこの辺は確かにわざわざカプラーのちょっと戦闘部が変わったぐらいならそうですね。確か分配パーツもいろいろ設定あるはずなんで問題なさそうですね。で、問題が最強戦か。消して、押して、いいのかな。で、昔の最強戦はどれだ。これ新しいやつか。あ、違う、これか古いやつ。あ、じゃあ一緒にあったんだ。あ、そうですね、一緒、え？これ、これ新しいやつだよな。となると、古い最強戦のデータ消えましたね。今俺こっち押したよね。一応これ101195なんですけど、データは出てこないので、ちょっとやばいな。あ、ちなみにちょっとグレードアップシール押しても出てこないよね。これはあれか、ラウンドハウスだからちょっとそっちアクセスしなきゃダメか。ちょっとこれ後で確認しようかね。ちょっと次のページで確認。で、これはあれか、高崎宇都宮か。しょうがねえ。これはちょっと Google で検索かけるか。製品番号が13、あーやべ、もうちょっと待って。OK、OK、大丈夫、大丈夫。101169だよな。1195か。101195検索。出てこねえな。しょうがねえ、模型サーチのサイト、このスマホ入ってたっけな。ホビーサーチ、ホビーサーチ入ってねえや。あれ、ホビーサーチってどれだっけな。これか？あ、違う。ホビーサーチ、入れ直すか。ホビーサーチで検索かけて。これを N ゲージに絞って。あ、そうだ、俺、カズオトとミックスの新しいカタログまだ買ってなかったんじゃん。すっかり忘れてた。今更ながらって感じですけど。で、製品番号を101195検索。あ、出てきましたね。一応最強戦6両強制出てきました。発売されたのが2014年の1月中旬頃。で、詳しいデータがそんなに載ってないんですが、この当時発売されたのが、行き先表示は快速最強線臨海線直送印刷済み。で、交換用の行き先表示として各駅停車の川越。で、車両番号は2番目っすね。だから、なんだっけ、今回入る何番だっけ。今回製品化されたのが、ハエの、109か。ってことは、前回製品化されたのがハエの102ってやつっすね。なるほど、なるほど。そんな感じか。うん、なるほど、なるほど。まあそうっすね。わざわざ昔の再建するデータ消すことないと思いますけど、まだホビーサーチがアクセスできたらよかったけど、ホビーサーチでデータ出てもらったら、これ一貫の終わりだからな、マジで。まあちなみに、1号車から5号車までが、基本セット、1号車と5号車と、10号車はそうですね。基本セットで残った、サハ2台と、まあモハ1ユニットが造形セットと。てか思った。なんでモーター車3号車に積んだんだろう。5号車でよくね？あれかな、床下機器の都合上なのかな。ちょっと昔のこの再建線見てみるか、ちょっと。昔の最強戦の基本セットと造形セットの区別がちょっとつかん。あ、ついた。あ、そうですね。昔の最強戦も3号車にモーター入ってますね。うん、ここっすね。モハ E237-7200人入ってますんで。多分、座席パーツかなんかの都合上そうなってんのかな？床下機器か。多分そんな感じがしますね。これちょっとホビーサーチだけ。ちょっと登録しようか。もう二度と探すの、めんどくさくしたくないから。ホーム画面に追加。
ああ、間違えた。で、じゃあ、あれっすね。まあ、もし、まあ、俺は別に常磐線興味ないんであるんですけど、まあ、仮に、俺みたいに、もう俺の考えして、まあ、常磐線を買おうかなって考えてる方は、出てくるかな。あ、うぜ。らってたら出て、あ、いいが入った。検索させて。こんな感じですね。一応こんな感じで、この全面のカップラーの交換用カップラーございます。あ、待って、全面だろ。あ、全面か。これ全部中間用だな。どうなんだ ちょっと待って、俺も分からなくてきた。ちょっと待って。そうだよな。あれはフックで出すやつだよな、確か。え？じゃあカップラーの場合は床下機ごと交換になるのかな？そこはもうちょっとメーカー案内してくんねえかな、ケチ。ケチっていうのあれだけど。一応ね、まあこれ、これ1号車側なんであれなんですけど、ここね、裏からフックでカコンって多分出すタイプなんですよ。昔はそうだったんですよ。今ちょっとわかんないかもしれないですけど。それがフックなしだろう。一応対応、別売り対応オプションで室内灯しか入れてねえってのこれ、ほんと怠慢だな、あれ。あ、そっか、常磐線。ああ、でもそうだ、常磐線ダメだ。常磐線あれだ。前面も側面も、あ、中間車も全部パーツ共通だ。うん、そうだ、全部共通パーツだ。ダメだ。ちょっと待って。ちょっと調べてみよう。一応今頑張って調べてみたら、常磐線の場合多分グレーになるんで、そうなると製品番号が、28250の1っていうのがあるみたいですね。加藤カプラ密連型、シャープ2、新性能電車、灰色ってやつが。多分それでいいのかな。わかんねえんだよな。とりあえず28の250の1と3か。加藤、28の250の1。あ、これだ。ホビーセンター加藤のアクセスできんな。そっちアクセスしとかないな。ちょっと一旦そっちアクセスしようかね。まあ、ついでにあれですね。最強戦のステッカー多分ホビーセンター加藤なんで、ちょっとそっちアクセスしようかね。ホビーセンター加藤、ホビーセンター加藤。ホビーセンターカット、そうですね。まだ最強戦のステッカーなんだよ。来てないっす。あ、来てる来てる来てる。これっすね。最強戦のステッカーはこちらみたいですね。ちょっとどこまで画像でさ、画像確定かわかりませんけど。画質が汚いな、これ。ちょっと待って、拡大できる？あ、ギリできそう。画像確定しても汚かったっすね。とりあえず最強戦のこのステッカー、今の姿をグレードアップで設定と。で、一応、内容としては、まあ、神奈川、横浜より広くカバーし、まあ、一応、臨海都市も可能。で、優先的表示は現行のデザインで、多形式との、まあ、首都圏通勤型等の、なんか、応用も可能と。で、既存製品に対応する ATCS の、ID 表記は、まあ、ベビーカマーク等も、可能と。で、行き先表示1枚で、まあ、重量編成に対応。で、前面行き先表示、運搬表示、無地、シール貼り付け用が4両分付属と。で、一応これですね。行き先としては、PDF ダウンロードして出ましたね。行き先こんな感じですね。あ、やべ、なんかちっちゃくなった。ちょっと待って。なんで？おーい、ぶっ壊れたー。あ、直った直った。行き先としてはまずこんな感じですね。北方、まあ、北方面。運行番号は752だし、通勤箇所が川越。で、1033系に大宮。96が確定新宿。で、94が、端材韓国大。で、運行番号なしで、快速の最強川越線と、快速臨海線、最強川越線直通。で、特急が JR 埼京線直通。で、南行き、1504系に各駅停車の新宿、950系に通勤快速の新木場、1430系に快速新木場、2432系が各駅停車の東京テレポート、91特急海老名、85確定海老名、運行番号なしで各駅停車の埼京線、臨海線直通と臨海線。で、4716系に埼京線、相鉄線直通ってやつが入ってるんですね。ふんふん。ほうほう。それぐらいか。
で、一応ね、こんな感じで、まあ、既存の、発売されてる、まあ、最強戦にも、対応できます。結構いいんじゃないですかね。まあ、それともね、1700円だったら、本当にステッカーだけ昔のやつ買うっていうのあるしね。多分、ラウンドハウスの製品なんで、ポポンレッドとかヨドバシで値引きやついいのかな。確か、ラウンドハウスはって定価の1割なんですよ、値引きのが。これ、どこまでいくか、ちょっと俺もわかんないんで、ごめんなさいね。で、問題はさっきのカプラーの方か。で、まあ、一応そんな感じですね。まあ、一応こんな感じで入ってございます。で、問題の方が、製品情報。番号が28-250のいくつ。あ、これだ。これですね。加藤カプラーの密連型。まあ、こんな感じでね。前面のカプラーに対応するやつで、灰色はこっちですね。28-250-1。で、10個入れで、まあ、1段の電源付きで、お値段が800円プラス。まあ、一応ここには、221、223、225、253がナレットエクスプレスか。で、287、383、あと東海道線とか、スーパーズさ、あ、乗馬線もやっぱりこっちですね。書かれてますんで、まあ、黒色か。で、逆にこっちは中央線に天城に201系か。まあ、そんな感じで、まあ、このグレーですね、買う方は。まあ、このグレーのカプラを買えば、まあ、昔の常磐線との連結もできるっていう感じにはなるみたいですね。ああ、よかった。カプラ出てきた。やっとスッキリした。これ、ラウンドハウス限定だったんだ。俺、できる。一般のやつしてると思ってた。まあ、とりあえずね、これだけはちょっとご注意くださいっていうところかなと思いますね。おい。で、あとはそうですね。まあ、一応、メーカーからの、データも、ポストは一覧です。まあ、まだこっちでですね。まあ、ただ多分、そうですね。個人的には今回一番人気何か。俺は多分黒潮だと思うかな、個人的には。まあ、関西の方は黒潮行くだろうし、まあ、ご年配の方は青大将行くだろうし。まあ、若い世代は最強戦行くだろうし。まあ、そうっすね。今回は結構年齢層も地域も幅広く行ったって感じですかね。まあ、個人的にはね、6月なんで、まあ、上半期これが最後になるのか。あ、俺来年の下半期の予告動画、あれ、メーカー出せってとこ出したっけな。まあちょっと確認してなかったらこの後撮りましょうかね。というわけで、加藤からの、一応2月度の案内でいいのかな。ちょっと再度それで確認しましょうかね。まあそうですね、2月、5月追加分と6月50分なんで、おそらく2月発売、2月案内のやつだと思います。で、最後ちょっと軽くトミックスの話だけご案内しましょうかね。まあちょっと140分超えちゃってますが。まず今月発売予定として、2月の7日、金曜日ですね。ライチョウ発売予定で、485系のライチョウ、まあ再生産が、基本と増結と。で、103系の1000番台、非冷房の、プロトタイプが4両基本と増結。で、115系の東海仕様が出ます。で、500系のゾミが繰り上げくって、EF81。まあ、400番台と300番台が崩れ繰り上げ。で、東武鉄道の客車、貨車も、まあ、繰り上げと。で、それに合わせ単品も繰り上げ。ってことは、機関車はそもそも出てるのかもしれない。で、まあ、一応、常磐線と一緒に、まあ、再生産の5両編成とか、まあ、昔の103系の方も出ます。で、313系はそのまま、トワイライトが繰り上げみたいです。ですね。で、115系の300番台、一応、下関も2月下旬で繰り上げ食ってるみたいです。あとは、HO 技術のね、対抗式のホームセットなんで。まあ、ご確認ください。ただね、一応繰り上げに代わって2月から3月に繰り下げが E7 系の上越新幹線ですね。まあ、そちらが繰り下げ、限定品ですね。で、225系の2種類も繰り下げ。で、道内サリビも繰り下げみたいですね。まあ一応、結構ね、繰り上げちょっと多くなってますんで、ご注意ください。まあ500系に関してはね、ほんと久々の生産なんで、結構予約した方多いんじゃないですかね。まあ俺はわかんないけど。まあそんな感じでございます。お、2月中旬出るんだ。川崎市交通局のラッピングバス。あのハローキティの。出るんだね、2月中旬。いいな。まあ、そんなところでございますね。まあ、興味がある方は見てみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。